京都大学のエルフ教授、複雑なね文とかどういう風にネイティブスピーカーに見えるのか、これ見たことないよこの言葉、何この英語、これ見たことない、これ知らないやつが出てるね。どうで始まりました、マチシャンネルです。今回はニックにしたというおいでいただきました。はい、皆さんニックです。はい、やりましょう。モニタツのモノマネ。ニックのチャンネルね。あ、そうですね。はい、よかったらチェックしてください。はい、お願いします。愛人とやってるんでしょ。愛人ですね。そう、手バカ野郎。はい、うん、愛人にできたらいいけどね。ツイッターであんなパパ演じて。そうそうそう。でももう今一緒に3年ぐらい友達になってるから、多分愛人はもう遅いと思うんだよ。遅い。最初の1年間で俺手出せば多分いけたかもしれないけど。なんて発言してる。だって俺の家で撮ってるからさ、もし愛人にしたらめっちゃ大変じゃん。そう、確かに。もうすぐバレんじゃん。家族いるもん、ね。そうだよ、うん。さあ、そんなニックなんですけど、はい、今回はですね、京都大学の英語に挑戦してもらおうと思います。今年の問題なんですが、京都大学っていうのはですね、和訳そして英訳がドンとあるので有名なんですよ、うん、はい、なんでネイティブスピーカー、まあ日本語もできますから、うん、そういう人がやったらどうなるのかと。え、でもぶっちゃけ言っていいですか、このぐらいの日本語は多分難しいよ俺。ああ、これね、うん、例えばこの漢字も知らないし、列挙ね、まあ、具体列挙列挙列挙並べる、具体的な特徴特徴から4つを選んでで、はい、合ってるやつ、はい、この複雑なね文とかどういう風にネイティブスピーカーに見えるのか、ちょっとまずこの文を読んでいいですか。はい、読んでみると、はい、ちょっとこれもスキャニングを普通にやるんですか。いや、やんないです。これは全部ちゃんと読む、これもじっくり読んで、okay. This man should have domain over all the earth and over every creeping thing that creepeth upon the earth is a prophecy that is hardened into factChoose just about any metric you want and it tells the same story. In terms of sheer biomass, the numbers areStark. What is this? これ見たことないよ、この言葉。何この英語。Today people outweigh wild mammals by ratio more than 8 to 1. 人間がめちゃくちゃ多いってことかな。We have become the major driver of extinction and also probably of creation of species. まあ俺たちのせいでいろんな動物が絶滅してるね。The anthropa. どうやって言うんだよそれ。これね、これ見たことない。もう俺知らないやつが出てるね。アメリカ人も知らないよそれ。In so far, return seems impracticable. Impracticable. アクセントのかな。So we face a no analog predicament. Examples を選びなさい。あ、オッケーオッケー。これを説明してって書いてるよね。そうそうそう、これの例4つ。何これ、ちょっと待ってよ。これ何分ある、ちなみに。2時間。これだって英作文も2つあるしね。すごい大変だ京都大学。これめっちゃ難しいよ。もちろんスマホ使っちゃいけないよね。そう、スマホ使えないんだよ。じゃこの前にあるってね。まあ4つ、これこれこれのこういうエポック時代。あ、この4つのことで説明するけどね。あ、じゃあ言っていい、うん、まずはもともと凝ってたとこを全部もう変更させたみたいな感じ、大きい川、世の中の大きい川を俺たちが全部変えたね、うん、ナイトロジェンはまず日本語で何か、あー難しいね、確かに使ったことない。窒素って言います。窒素、うん、勉強になった。窒素、そう、窒素モール2が必要ね。ちっちゃい素、う、そう、ね、炭素とからす、あー、なるほどね、炭素とか土地とか場所を変えたこと、窒素とかカーボンダイオクサイドは何でしたっけ、うん、酸、アクシジンじゃない、酸素じゃなくて、そう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 、なんとか、そうね、ダイオキサイ、ダイが2だから二素、二酸化炭素、二酸化、二酸化とか、人間の数とか、人間が飼ってる食べるための動物とかも含めて、もうダントツ一番多くなった、うん、そういう時代のことです、ね、時代になった、はい、うん、であとは、translation、こっちをこう理解、translate? そう、translate。Such is the pace of what is blandly global change っていう曖昧な言葉があるけど、global change なんて曖昧な言葉が使われてるんですけど、うん、本当の global change っていう現状が本当に少なすぎて、一番最近のやつは、asteroid はなんだっけ、in 違う、ああ、隕石ってことか、隕石じゃない、うん、まあ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 、小惑星、小惑星ね、そうそうそう、一番最近のやつは小惑星、うん、でなんとか I have no idea how to say 66 million years ago、 まあでも距離を殺した小惑星が一番最近のグローバルチェンジって言えるみたいな、おお、さすがみたいな感じですかね。おお、ちゃんと分かる。え、ちょっと待って、うん、普通の人はこれできるの、その、できない、まずこの察知が分からない、だから俺なんてみたいな感じかなと思ったけど、グローバルチェンジみたいな
すごい曖昧な言葉が使われてるんですけど、うん、本当にすごいことで、うん、どんだけすごいって言うと、うん、一番最近のグローバルチェンジが小惑星が来た時、恐竜を殺した小惑星が来た時のことです、うん、っていうことですよね。そうそう、これまずだから such that 構文ってなるのね。そうそう such that、うん、これは大学院でこういう書いたら、うんうん、ダメなの？ダメに。わかんないけど、俺がそういうのを書いたら、ちょっともっとシンプルな言葉で書いてくださいって言われる。で、あとはこっちが、後ろのこれか、The Most Recent Being が、これが独立分子構文というやつです。あれ全然わかんないけど、でも俺が言ったことは大体合ってますか？合ってる？合ってる？うんうんうん。はい、そうか、うん、その内容だ。だから、Such is the pace of what is, だから、Global How would you translate that in Japanese? Which part? Such as the pace of what is blandly labeled global change. ペースがすごいのでとか。ああ、そうだね。すごいので。だからペースなんで、あとはとても早いので。だからこの人が global change っていう言葉、その言葉自体があんま意味が含めてないって彼が言ってんの。本当にすごい大きいことで、で、一番最近の本当の大きい global change は、その小惑星が来て恐竜を殺した時代の話ですね。If there is to be an answer, the problem of control, it's going to be more control. だから、コントロールの問題を解決するために、解決方法はもっとコントロールです。もっとコントロールです。だから今、人間がない自然をもう想像意味なくて、人間と一緒にある自然を想像しなきゃいけないです。もうその理想的な人間がなんか大自然を優しくしようみたいな言葉も遅いから、人間と大自然はどうやって一緒にね、暮らすかが大事です。Instead, the new effort begins. 協力は、これは僕からすると本当に意味なくて。まあでも僕が言ったらね、うん。これやっぱね、みんなここは分かんなかった。Spirals back on itself ってどういうことなんだ Instead, そう。これはあんま良くないよ。あ、良くない。ぶっちゃけ言ったら、うん。これは俺の論文でそういうのを書いたら絶対罰になると思うよ。Instead, the new effort begins with the planet remade and spirals back on itself. 俺だったらそれを無視して、その協力は。すごいトランスレーション。回り回ってその努力自体に向かうものである。でも日本語で言うと別にあんま意味なくない、うん、まあね。だからどうやって訳すか。今俺たちは大自然をコントロールすることじゃなくて、今のコントロールをどうやってコントロールすればいいかみたいな話ですよね。そう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 。だからこれを全部簡単に言うと、超バカな日本語で説明していい、これ、うん、OK alright人間がもう世の中地球をめちゃくちゃにしてます。土地を変えたり、うん、空気を汚くしたり、あと人間も半端ない多いし、動物もめっちゃいるから、もう全然普通の動物より多いです。で、俺たちが非常に地球を悪化っていうか、あんまいい意味じゃない感じで変えてます。で、これはもう新しい時代になってやってきました。The Anthropocene? どうやって言うんですか ?Anthropocene っていう時代です。もういろんななんか温暖化っていういろんな大変なことになってるけど、これはもうみんなが簡単にグローバルチェンジとか言ってんだけど、もうグローバルチェンジはどんだけ大きいことかっていうと、一番最近のグローバルチェンジは小惑星が地球に落ちて恐竜を殺した時の話です。で、今はもうちょっと遅すぎる。今までの間違いとか汚くしたことを直すこと。だから直す方法は大シーズンをもっとコントロールすることじゃなくて、俺たちのコントロールをコントロールするってことですよね。うん、そうそうそうね。人間たちがこう自然をいろいろコントロールしてきた、うん、その人間たちのコントロールをコントロールしてなんとかする。そうそう、まあ俺はバカに聞こえたけど、これ相当日本語にするの難しいと思います。まあその最後のやつとかも Not so much A as B のコーナー。なんか俺はなんかを翻訳するとき、うん、直訳は絶対しないですよ。だからまあ多分これはそれやらないと、うんうん、テンスが取られますよね。じゃあ日本語を英語にするってニックの頭だとどうする？え、ごめん、俺これできない。でもごめん。